ちゃん久しぶりにやるんですが、ね、あんまり聞いたことないと思いますか。これはステファン・グロスマンで白人の監督ですが、ギタリスト、フィンガーピックですね。最近あの夜に指を使うこともあんまりなくなりましたけどね。なかなかないんですけど、音楽と関係ないんですよ。中国の輸入品の話ばっかりそういうやつしか買っちゃいけないんだタッキーのベルトしたの完全にあの放課後の物質化してましたでもあのライブとは覚えない勝手にあの先輩が練習してるのに後輩があのなんかあれを買ったとかそういういいですよねという遊び場があるんですよ。ありがとうございます。はい、今日も下の上を払いながら弾きますから、ね。
週間ぐらいも花粉に悩まされちゃってですね、目はそこそこするが鼻水が出るが、ね、サボミンなんかさっき聞いたら体中かゆいとか言ってそれ他の病気やろ下半身がかゆいんですよ。あとで書いてある。少しずつは高くなってきましたね。
ていうのも山かいな。多分あそこの館長さんがムッとしてると思いますけど、ね、内海 の食の健康の食のやり方のね、ま、町の駅でやってるんで、みんな内海がどうもこうもって多分ムッとしてますよ、ね、僕は隣から内海だもんね。そういうことで、ね、多分こういう瞬間から内海がいいなと大声で言いそうで3月1日に亡くなったんですね。ちょうど明日で丸2年まあ順番だからしょうがないですけどね。次は坂井正明か井上順か。まあいいや。はい、タグマイクが立っています。自分のマイクはきっとね、はい、もういいで、いいです。一人で言って、本当にバカみたいですね、私ね。毎回ね。本当、なんかさっきの賑わいはどこに行ったんでしょう、このクラブ活動は。いいやろ。一人飲む酒悲しくて映るグラスは古巣の色、例えばブルースなんて聞きたい夜は横浜本気とヘミングウェイなんかにかぶれちゃう。フローズンダイキリなんかに酔いしれてる。あんた知らない、そんな女懐かしい本気と飯を食うならオリジナル上手なんて聞いたふな口を。
悲しくて、うつるグラスはブルースの色、あんた知らない、そんな女横浜本気と、ひとり飲む酒悲しくて、その色あんた知らない、そんな女昔からの芸風でございます。ね、ミカちゃん似合うようになります。ね、直視できないのかなと。今日はこの後じゃんけんをやるわけですけど。とりあえずやるねよ。決まっててもじゃんけんはやっぱりな。いや、そうか。女王がおるやんけ、お前。見ないかもな。また全員でやろうかね。全員で。あ、そうか。最悪だよね。被害者。お金。
曲ぐらいありますので、その間にちょっと、ね、いろいろ教えていただいてですね。
注射ね。今日も払ってる。最近そういうのがあるのはありませんが。ということで、じゃあやりましょうか、皆さん。わかりました。じゃんけん。じゃあ今日はあの出演者と青木さんと、青木さんもぜひ。これで実はじゃんけん弱いっていうことがあったんですはいいでね。歩いとってね。